1980年から1989年、週刊ヤングマガジンにて、ハローハイエースに連載。1980年から1990年、ビッコミコリジアンにて、ヒューマンスクランブル連載。1983年から1992年、モーニングにて、八尾島工作連載。1991年から1995年、ビッコミコリジアンにて、ラストニュース連載。1991年から1998年、ミスターマガジンにて、梶竜介の儀連載。1992年から2002年、モーニングにて、部長島工作連載。1995年から、ビッコミコリジアンにて、笠間流星雲連載中です。2001年から2010年、イブニングにて、ヤング島工作連載。2002年から2005年、モーニングにて、取締役島工作連載。2005年から2006年、モーニングにて、常務島工作連載。2006年から2008年、モーニングにて、専務島工作連載。2008年から2013年、モーニングにて、社長島工作連載。2010年から2013年、イブニングにて、副会長島工作連載。2013年から2019年、モーニングにて、会長島工作連載。2014年から2017年、イブニングにて、学生島工作連載。2017年から2018年、イブニングにて、学生島工作、就活編連載。2019年から2022年、モーニングにて、相談役、島工作、連載。2022年から、モーニングにて、社外取締役、島工作、連載中です。スピンオフ作品、島工作の事件簿。編成したら島工作だった件。騎士団長、島工作。相立って、島工作。以上は、広川源氏先生の主な作品になります。